エヴァガエル・グレーンは、フランスの女優、モデル。身長168センチメートル。グリーンは、緑のや、緑色を意味する英語のグリーンとは、関係がなく、スウェーデン語で、枝を意味する、グレーンに由来する。その発音も正しくは、グリーンではなく、グレーン、GEN、だという。パリにて、ニランセソーセージの姉として生まれる。父親のワルター・グレーンは、 スウェーデン人の司会、母親は、フランス領アルジェリア出身の女優のマルレーヌ・ジョベール。スウェーデン人、ピエノ・アール系ユダヤ人、の血を引く。歌手のエルザ・ランギーにはいとこで、女優のマリカ・グリーンはおばである。父方の祖,祖父は、フランスの作曲家ポール・ル・フレムである。幼少期は、イギリスやアイルランドで過ごす。14歳の時に、イザベル・アジャーに主演の映画、アデルの恋の物語を見て、 女優を志すようになる。パリ17区で育ち、フェヌロンさんとマリーこに通った後、パリにあるアメリカンスクールに進んだ。幼い頃はエジプト学者になりたかったというが、同時に演劇にも興味を抱いていた。成績は良かったが、16歳で通常の学校教育を得た。もうこれ、異常理性に耐えられなかったからだという。パリのエヴァ・サン・ポール演劇学校で3年間。 ロンドンのウェバー・ダグラス・アクティング・スクールで10週間演劇を学んだ後に2001年に初舞台を踏むとその演技力と美貌でベルナルゾ・ゾベルトルッチに見出され2003年にドリーマーズで映画デビューこの作品ではそのエロスが話題になったが作曲も手掛けているアルマーニの推薦で2005年公開のキングダム・オブ・ヘブンでハリウッドに進出した2006年には ダニエル・クレイグが、ジェームズ・ボンドを演じる、007カジノ・ロワイアルで、ボンド・ガールに選ばれる。この年の英国アカデミー賞のライジング・スター賞を受賞した。俳優以外の活動では、ランコム、アルマーニ、ハイネケン、クリスチャン・ディオールのモデルをしている。2012年に映画、パーフェクト・センスが日本で公開した。また、ティム・バートン監督の、ダーク・シャドウに出演を果たす。 その後も、同監督とは、ミスペレグリンと、奇妙な子供たち、ダンボでタッグを組んでいる。キングダム・オブ・ヘブンで共演したマートン超歌氏と、交際していたが、二人は2009年に別れた。フランス語とイギリス英語を流暢に話し、現在は、アメリカ英語のアクセントや日本語も学んでいる。ありがとうございます。